さあ、問題のエクストラステージに今から挑戦します。行くぞ。もう今までの究極でこんだけ手こずったのに、エクストラステージだともっと手こずるっていうね。いや、ほんと難しい。でもひよこが厄介ひよこが厄介なんだよ、とにかく。まあ、そういうステージなんだけどね。で、ひよこになるかならないかの軌道で戦っていこうと思います。はい。で、こっち割とこう雑魚をね、ちゃんとしっかり倒していった方がここは安定するのかなと思われる。はい。で、しっかり雑魚を倒すと。はい。ここは4個とも踏めばね、蘇生するんだけどね。奇数回踏むと、なんだ、ひよこから戻れないからね。よいしょ。届くかな。オーケーオーケー、届いた。はい。で、どうしようかな。ストライクショットを、貯めたい。という気持ちもある。まあいいか。行きましょう。本当はストライクショットをね、貯めていった方が安定するんですよ、ここ。あ、でも、ひよこになっちゃったから、ルシファー。いけるかも。できればストライクショットをここで貯めましょう。よいしょ。5ターン、何ターンだろう。合計9ターンまではね、確か猶予があるんですよ、ここ、貯めれるの。9ターン過ぎると、地震系の攻撃をしていきます。で、ここは、ワープを上に。よいしょ。あ、ひよこになっちゃった。ひよこになっちゃった。ひよこになっちゃったけど、ここは。よいしょ。これで。あ、突破しちゃったな。まあ、これだけ貯めればいいでしょう。で、いきなりボス戦。はい。いきなりボス戦だけど、どうかな。ちょっと位置が悪いな、ルシファーな。どこにいるんだろう、これ。お、いた。あ、戻った。戻ったけど、またひよこになってる。で、ルパンも魔族キラーなので、それなりにダメージが入るけど、石板を踏んで、ひよこになっちゃうから、ここはね、本当はね、頭のてっぺんにいると、楽。楽なんだけど、もう、何もうまくいかない。何もうまくいってませんね。うまくいってないので、ここはあえてワープに入ります。ワープに入って、右の穴から出てくると、うまくいけば突破できる。ちょっと音声がない。いけ!あー、失敗したー失敗したなー。まあ、そうそううまくはいかないもんですよね。で、これは横でいいか。これ踏んでんのかな?踏んでるか踏んでないかの判定がわかんない。ハートを取らせてください。あ、踏んでたー!踏んでましたー!見事に踏んでた。いやー、厳しい。厳しいけど行くしかない。頭を狙おう、頭を。これ頭にね、はまれるんですよ。少しだけ。でもちょっとずつダメージが入ってってるからね。これは横でいいですね。横で多分突破したと思う。ルシファーのエナジーサークルで。よっ。はい、オッケー。エージェントスピカも、ひよこになってないから、結構楽かもしれない、ここは。で、ここは雑魚処理を優先しましょう。あまり密集してると動けないからね。で、ひよこになっている、つくよみを、ひよこから戻してあげよう。ミスだ!よし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 !たまにミスるからな。怖えよ。よしよしよし。これはでも、ひよこになるから、ひよこになることを懸念して、浅くこうやって、いきます。2回踏めばね、ひよこから蘇生できるから。蘇生というのか、復帰できるから。オッケー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 。ワープを利用すると、結構いいな。で、ルパンが、ルパンどうしようかな。ルパンこれ入れるかな。できれば、壁とキュベレーの間に入りたい。
これ入れないだろうな。あ、でも、あ、あと一撃だったのに。あと一撃だったのにさ、これで、キュベレーはでも倒したと思う。ワープしてね。はい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 。できれば、あそこか。あ、でもここいいかな。で、ちょうどスピカのストライクショットが溜まってるので、ここですね、ボス第3面。第3面が何気に難しい。難しいので、気をつけていただきたい。できればスピカか、ビシュヌを連れてきてるなら、ビシュヌのストライクショットはここで使っちゃった方がいい。いけ！よし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 。ザコをちゃんと処理し、あのワープ引っかからなきゃいいけどな。引っかからなきゃいいけどな。ここで。よいしょ。ちょっと、スピカーのあれは、あ、よしよしよし、ずらして。あー、これどうだろう？微妙。微妙だなー。でもちょっとストライクショットを次。あ、でもこれなくなるか。なくなるね。ワープがなくなるから多分スピーカーのストライクショットが安定して打てると思う。これで多分結構ダメージ入るんじゃないかな。ストライクショットか。ストライクショット打とう。ルパンストライクショット打ちます。誰かに当たれ。誰でもいい。誰でも当たればいい。誰にも当たりませんでしたけど大丈夫なのかなまあいいや、これで突破しよう。はい、これで突破しました。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと計算違いかと思った。その虚勢いつまで続くかしら。勝つまでだよ。で、ストライクショットを打てるときに俺は打ってしまった方がいいと思っているんで、ここで打ちます。いけ、弱点に当たれば。よし、ちょっとまだヒットポイントには余裕が十分あったんだけど、100万も入ったしいいでしょう。おお、しかも金ハートで、ルシファーのストライクショットが溜まってないんで、ここは雑魚処理をしよう。で、ここにはまってくれれば、次のターンにルシファー、次のルシファーに回ってくれば勝てる。いけ！はまって。で、ここも雑魚処理をしましょう。よいしょ。アビリティロックされるのが意外と痛かったりするんだよね。で、もしかしたらこれで勝てるかもしれない。スピカーが、これでヒヨコに1回目になって、上のこの壁のとこでもう1回、エージェントスピカーに戻ってくれれば、多分突破できる。いけ！あー、ならなかったか。でもこれ、ヒヨコの状態で100万超えるとか、もう、化け物ですよね。スピカー強すぎる。で、これで、あー、クシナ、あれだ。ルシファーの方がいいですね。ルシファーと、ルシファーに当てよう。オッケー。ゲージをたまにミスるから俺。もうこれで勝ちです。行きましょう。で、エージェントスピカがもし近くにいるんだったら、エージェントスピカのことを意識して、いい角度でね、入るように打ってあげたらいいけど、今ヒヨコなんで、一番ダメージを入る方法でちょっと行きます。こんぐらいかな？もうちょっとこんなもんかな。行きます。まあ、倒せるからいいか。こだわるんくて。はい。なんとか勝てた。さあ、何体落ちる？ソロで行くとあんまり落ちない説みたいなのあるからね。結構みんな運極で行くとゴロゴロ落ちてたんだけど。さあ頼む！ゼロ体！いやー、本当俺もみんなの期待を裏切らない、裏切らないなー。エクストラクリアしてゼロ体とかもう絶望以外の何者でもない悲しい本当に心から悲しい気持ちになれるわ。はい、というわけでこちらの2周年記念クエスト、果てなき再生の祝宴、キュベレーにね、
究極から EX ステージに、行きましたけど、なぜか究極ステージの方がミスを連発して苦戦するというね感じになりましたけど、エクストラステージ合わせてこのメンバーで僕は周回してます。まあ、どうしてもね、ルパンもいない、エージェントスピーカーもいないという場合は、ヨシノブとビシュヌでなんとか回れるんじゃないかなと。ちょっと一回回ったんですけど、エクストラ一回クリアしましたけど、やっぱ究極しか安定しないですね。やっぱ安定させたいならスピーカーが一体いるかいないかでだいぶ違ってくると。この人でも、壁でカンカンすれば確実に、キュベレのね、一本ゲージがなくなるぐらいのダメージ量を叩き出せるので、うん、スピカがほんとここは最適だと思います。進化ね、スピカの進化が最適です。で、つくよみもね、つくよみは一番の最適、アビリティでは最適ですね。マインスイーパーとアンチワープで自由に動けるので、まあ、自由に動いてスピカの、友情コンボ、近くにね、スピカがいるだけで、拡散弾にも、魔族キラー L が、つくので、それで雑魚処理と、母性のダメージね。あとは、ルパンも、魔族キラーのついたエナジーサークルが出せるし、あとフレンドの、僕、ルシファーいないんでね、ルシファーに当たりに行くというのもできますので、つく読みもこれ最適ですね。はい。という感じで僕は回っております。ぜひね、おすすめの、攻略方法とか、あとは、このメンバーでも回れますよという情報がありましたらコメントで教えてください。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や各動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。